こんにちは、もみです。今ダナンで沈没生活しています。今日はダナンで泊まったホテルをレビューします。今日紹介するホテルはダビューホテルダナン、アントゥンエリアにある立地の良いホテルです。地図でお見せするとここです。オレンジ色の枠で囲った利便性のいいエリアの右上にあります。このオレンジの枠のエリアは利便性が良くて欧米人観光客が多いエリアです。通り名の名前からアントゥンエリアと呼ばれてます。そのアントゥンエリアの右上ビーチ側にあります。Google の口コミ評価はこうなってます。 3.8 とまずまずの評価になってます。ミーケビーチ近くでもコストを抑えたい、そういった人向けのホテルかなと思います。まずはホテルの映像をお見せします。その後にホテルの料金とホテルのデメリットをお伝えします。でもし映像はいらない、デメリットと料金を知りたいという方はブログ記事の方を見てください。ブログ記事の URL はこの動画の概要欄に貼ってます。これまで宿泊したホテルすべて、情報を記載しているので参考にしていただければと思います。ではまずは映像をお見せします。ホテルの特徴、料金、デメリット等を話していきます。泊まった部屋と料金はこうでした。スーペリアダブルルーム、大人2名、2泊で
3557円、1泊あたり1778円でした。続いて Wi-Fi の速度はこうでした。朝の時間帯はダウンロードが 15.4 メガ、アップロードが 13.5 メガ PPS でした。で、夜だとこうなりました。ダウンロード 1.96 メガ PPS、 アップロードは 9.94 メガ PPS でした。 Wi-Fi 速度については後でデメリットの時にお話しします。続いてデメリットを挙げますけど、ホテル自体は悪くはないけど関連して悪いということも含めて挙げます。今回は多くて12個挙げます。まずエレベーター音がうるさい。エレベーターが止まるたびに音が鳴ってて、夜中でもその音が止まりません。こういった音です。他のホテルでは気にならないので、多分ここのホテルぐらいだと思うんですけど、夜中でもエレベーター音が鳴り響きます。続いて、Wi-Fi の接続が不安定、時々激遅でした。さっき数値でお見せしたように、夜の時間帯だと Wi-Fi が本当にめちゃくちゃ遅かったです。時々というか、もうかなり頻繁につながらない、そんな状況でした。他のホテルではつながりにくいとか遅いとかあっても、動画時々接続切れるかなとか、ネットフリックス一応見れるかなというぐらいだったんですけど、ここはひどくて、無理ですね。ネットへなんかしようと思ったら、夜は何もできない、そんでぐらい遅かったです。続いてクラクションがうるさい。ビーチに近い、ホテルなんで、そうすると車通りが多くて、でクラクションがうるさい、そういった感じですね。ベトナムはとにかくアホほどクラクション鳴らすんですけども、交通量の多いところではもう仕方ないですね。続いて売り子がうるさい。道路の前をなんか売っているおっちゃんが通るんですけど、それの呼び声がうるさいです。こんな感じの音です。こういった売り子が夜でも走ってます。夜中深夜0時ぐらいまで走ってます。何を売ってんのかなと見に行ったんですけど、この売り子はバインミーかな、パンを売ってました。他の人は知らないですけど、とにかくよくこういうのが走ってます。で、泊まったこの部屋からよく聞こえてました。それは多分ですね、次のデメリットにつながると思うんですけど、次は防音性が低い。壁が多分薄くて、で防音の何かが入っていないのだろうと思うんですけど、とにかく隣の声とかもよく聞こえてました。防音性が低いとこういったことにさらに悩まされます。次は迷惑なベトナム人が多い。これまで何度も言ってきているように、ちょっと価格が低いホテルだと低レベルなベトナム人客が増えるんですね。で、そういった客はルールが一般常識が違うので、こういった感じで廊下で騒ぎます。
回は長時間というわけじゃなかったんで、もう黙って我慢することにしました。でもこういったことが一日に何度もあったんで、ちょっと鬱陶しいなと、そのストレスを溜めてました。動画編集されている方、よくわかると思うんですけど、こういったアフレコ作業、後で音声を上乗せする作業、こういったホテルではできません。ダナンではだいたい作業する時間が限られてて、チェックインした2時から次の客が来る5時、6時、それぐらいまでしかできません。あとは運です。運任せです。ベトナム人客が近くに来るとアフレコ作業はできません。他、デメリット、ちょっと一個一個上げるのめんどくさいんで、まとめて言います。ダブルルームを予約したのにツインルーム。何の説明もなく、入ったらツインルームでした。次に、部屋にゴミ箱がない。椅子がチャチ、プラスチック製の硬い椅子だった。手持ちシャワーを固定できない。落っこちてきます。窓がない。セーフティーボックスがない。といったことです。テロップ入れるのもめんどくさかったんで、何を言ったかなという気になる人はですね、ブロッキーの方に見てください。それを見ながら喋ってます。今日は、ダナンの利便性のいいエリア、アントゥンエリアにあるアゴダの評価はかなりいいけど、実際泊まったらなんだかなというホテルを紹介しました。今日はこの辺で失礼します。